さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 日本行ってみましょう。うん、まあ、実質3本かな。さあ、1本目なんですけども、女タレントさん、これで、ね、セクシータレントで有名な人らしいんですけども、なんと韓国で日本人が嫌いになりそうって言っちゃったんですよ。これね、わざと計算しているのか、それとも単なる無知かという話。えー、そしてね、これ、高市早苗さんなんですけども、私もね、あの報道は非常に気になったんですけども、高市さん、ブチ切れましたね。これ、X でね、ダーンとね、ふざけんなーってことをね、表明してますね。さあ、まずは高市さんから行ってみたいんですけども、日刊スポーツね。平政治家 平政治家ってこともないけど、まあまあ言ってる意味は分かりますけども、まあ無益とね、役がついてないということ。平政治家、高市早苗氏、地上波2局の遊説憶測報道に感情はあらわ、下品、さすがに悔しいと。自民党の高市早苗さんなんですけども、31日 X を更新しました。自身の衆院選中の遊説をめぐり、地上波2局の報道について不正確だと指摘したと。今回の衆院選の私の遊説について、地上波の民放2局で不正確な報道をして、私を叩いてた旨を即 とししと書き出ししたた上でで例を示したとでこれね何の話かっていいますと今回の衆院選中高橋さんも引っ張りだくでしょ全国ねめちゃくちゃ回ったわけなんですよでこれポイント2つこれマスコミの報道というのはこれ高橋さんが次のね、うん、総裁選を狙いまして仲間づくりのためにまあコビを売ってるまあこれねあの、まあ、貸しと言いますかねそれを作ってるんだとそのために一生懸命回ってるんだよなっていうのが1つそしてもう1つこれも私ひどいと実は思っていたんですけども高さん 高市さんが回ったにもかかわらず惨敗したと結局高市の力なんか何もなかったというねいやいやそれ関係ないですっていうのそうでしょ、ね、高市さんの確かに力になったんだけどもそもそも劣勢なとこ行ってるんですよところが高市が言ったけど全然人気なんかねえやとそういう形で民放が報道してました私も実は気になってたんですけども高市さんが X でこれねやっぱり書きましたよねいや久々に見ましたね高市さんが長文でこうやって反論する内容じゃあ見てみましょう 見ましょう,うーんこれ非常に長いんですけどもさあね、えー、2つじゃない上の4行かな書いてありますね側分したって書いてありましてそして例えば私が関西を中心に30箇所を回ったとかほとんど落選させてしまったという旨のご報道そうですよねそうなんですよまずはね関西を中心に30箇所とかですねまずこれ回ったとこ全然違います全国的に46箇所を回ってるんですよそしてもう1つほとんど落選させてしまったそりゃね高市さんも怒りますよ まるで高市さんが言ってから落選しちゃったみたいな言い方そういう報道をしてましたふざけんなって話ねそしてもともと情勢調査で大激戦になっていたり対立候補がリードしている選挙区を選んでもあるわけですから私が遊説、えー、演説をしたぐらいで楽に当選できるはずもありません本当にその通り残念な結果だった選挙区も多々ありましたが選挙区当選やあ比例復活当選ができた選挙区も総理なりの数はありましたと3年前の衆院選手の私は政調会長 でしたから自分の選挙区に約3時間入ったほか残り11日半は党務として全国各地の遊説に励みましたそうですよねはい上の方これ見,た見ました皆さんそういうことなんですよ結局ねもともと厳しいとこ行ってるんですよだから高市さんが行っていきなりねバーンとひっくり返るんだってそんなことが簡単に起こるわけないでしょうそうですよね高市さんが向こうに入ってね例えばどこの県でもいいですよ行きましたそしてね、えー、じゃあ10万人の人が高市さんの演説を見たっていうんだったらこれはまたは 話は別ですそうでしょう高市さんによって1万秒2万秒ひっくり返るかもしれないしかしどうですか 現実には高市さんが入ってその周りで聞いてるのは例えばいいとこ1000人とかそんなもんなわけでしょ1000とか、ね、いったって2000ですよそうでしょしかもこれは都市部の場合ですもっと地方に行ったらこんなに集まりませんよ数百人いればこれは大人気となりますけどもその中でね何人例えば10 100人でも200人でもいいです逆にね高市さんが来たことによってよっしゃ自民党に入れようと思ったとしてもそれはねどうですか簡単に状況がひっくり返るわけないじゃないですか。 そうでしょだけど高市さんが入ったおかげで確実に票は増えてますからあ落選したとはいってもね本来はもっと離れたかもしれないんだけども選挙、うん、はずんだとかねそういうところはいっぱいあらずでしょこんな当たり前のことじゃないですかで次の総裁選目当てだろうなどという下品な報道ここで下品な報道を使いましたさすがに悔しいですねよっぽど悔しかったんでしょう3年前の全国優勢先でも今年の総裁選を応援してくださった議員はごく数名ですと選挙応援は順 純粋に統制拡大を期するももので3年も後の総裁選などとは無関係ですす僕もそう思います選挙後も特に党役員から異論の言葉をいただいたわけでもなくいやーこれはなんかひどいよねだってそうでしょ統制拡大のために高市さんねものすごく回ったんですけどもちょっとね異論のねお言葉うんいいんじゃないですか平政治家が勝手にボランティア遊説をしていただけのことですと少なくとも心身ともに限界まで頑張った挙句に不正確な憶測報道をされコメント コメンテーターに叩かれるのででは虚しい限りですとさあ、このコメンテーター、誰のことなんでしょうね。まあ、いろんな人が言ってましたね。はい。一人確実に言えるのは、この橋本徹さんでしょうね。彼は盛んにこのことを言ってました。いくら高市さんが回っても、そんなものは逆効果ぐらいのことを確か言ってましたよ。スシローさんもそんなこと言ってたかな。まあ、あとはね、玉川徹さんとかね、まあ、言いたい放題でした。これね、二人、三人じゃありません。多くのコメンテーターが、高市さんが全く意味がなかったとかね。あとはさっきね、 高市さんがすごく怒ってましたけども私が言ったことによって逆に落ちてしまったみたいな表現をしているそういう民放の局があったとそりゃ頭にきますよそんなことあるわけないでしょ高市さんが言ったことによって確実にプラスになってるんですがこれを平気でやるんですでね私も高市さんのこの X さんちょこちょこチェックしてますけどもこれだけ長文でこういう形の抗議をするっていうのは珍しいですねしかもね下品な報道って言ってるでしょ 高市さん、あんまりね、こういう表現って使わない人だと思うんですよ。うん、これはさすがに頭にくると、えー。そしてもう一つなんですけども、高市さん、今回ね、石破さんになりました。選挙ボロ負けしました。でも、まあ、胃の一番で、えー、今回のうまい石破政権をまあまあ支えてみんなで自民党やっていこうって宣言してるわけですよ。いや、私は不満ですよ。正直言って私はそれ不満なんですけども、高市さんってそれをもう宣言しちゃってるんですよ。だから、石破おろしに加担するとかね、その急先鋒でいく、あるいは高市新党 いや、ないないね。そんなことあるわけないですよ。で、理由は簡単。高市さんはね、自民党愛がすごいんですよね。もう、それはもうみんなわかる話でしょ。だから、ありえないんですよ。だから、石破さんに対しては内心くそと、それは思ってますよ。思ってても、もう、これ、しょうがないと。終わったことなんで、今度は自民党を守っていこうとしてるわけですよね。いやいや、私はちょっとこれは反対ですよ。残念ながら高市さんに反対なんですけども、でも、高市さんはそうやってやってるわけですよ。ところは民放っていうのは、高市、お前の力もねえなと、そんなこと言ってるわけね。それ 高橋さんブチ切れて当たり前でございますよね。さあお次なんですけどもこれも私にブチ切れましたよ。今度フラッシュでございます。 日本人を嫌いになりそう、元カリスマ女優、上原愛っていう方、あのね、名前だけは聞いたことあるんですけど、セクシー女優らしいです。えー、だったのかな。あそして、韓国の刑務所歴史館での発言が大炎上、韓国史上狙い、うーんなるほどね。よくあるパターンですよね、韓国人におもねると。この人はこれまで日本人がどれだけの濡れ衣を着せられて苦しめられてきたかという、本当のこと知らないのそれほど幼い子なのと思ったら、31歳でびっくりしたと。まあ、大体これで皆さんね、想像つくかと 結局、ね、この彼女というのが韓国で、ねはい、こういう形で、まあ、ほら韓国の,、ねまあ、こういうの刑務所の、まあ、まあ後といいますかこれを見学したときにこんなひどいことをやったのかってうわ日本人が嫌いになりそうって言ったんですよだから、これは、ね、韓国人にこれは媚びを売っていると,、まあとまあ、得点を、ね、稼いで韓国で活動するつもりかと確かに今までいましたよね、そういう人が一人、二人あとは中国に行ったな、ね、んとかっていう名前忘れちゃいましたけども女性のタレントもいました。 同じじことと考えてるんじゃなないいかなと思いますよねあちなみにね、えー、5人並んでますけども、まあ、我々日本人が顔がパッとわかるのは左から2人目のこれ安重根でしょうね伊藤古弘美もやったというね本当にねこれ伊藤博文公もねこれは本当にとばっちりですよねそんなに韓国に対して何とかしてやろうってねそういうあったかい気持ちを持ってたのに完全に逆恨みでこれねこの安重根にやられたということになりますよで何が問題になったか上原さんが西大門刑務所歴史館を訪れた際 の動画の投稿をねこれもう削除されてます上原さんは今年10月に韓国版の youtube チャンネルを開設しており、ああそういうことね動画の中で案内役の女性から日本の軍隊が韓国に入って韓国のを日本のものにしようとしてきた時に韓国を守ろうとしていた人いわゆるまあ韓国の英雄ですよたちを入れていた刑務所なんですと説明を受けた上原さんは女性と一緒に公私の刑の形状や罪人の収容施設などを見てまいりました見学を感想を聞かれた上原さんこっからね残酷で胸が痛くてなん 私が日本人を嫌いになりりそうと、まあ、これまじりに発言韓国の人がねうん、この国を守ってくれなかったら来れてなかったから私はすごく感謝ですね。日本の悪いイメージとかもしかしたら韓国の人にはまだあるかもしれないけど、今の時代は平和な時代だから仲良くなればいいな,なと,といかさ、えー、語っていましたと、まあ、これが大炎上と。確かに上原さんね、この後半の文字を見ればあまあ、ね、今の時代は平和な時代だから仲良くなればいいなと。 ってことを言ってますからね私ね、めちゃくちゃ悪いとも思わないんですけどもね、まあ、ちょっと切り取られたかなーって感はなきにしもあらず、でもやっぱりね、日本人を嫌いになりそうってうのは言っちゃだめです。で特にねこれ何が問題かって言いますと ここのねこの X のこのコメントにもあるんですがアホな日本人は韓国に行って騙される知識ゼロのまま他国の歴史学びに行ったら洗脳されて話したねとどうぞこのまま永遠に韓国にお住みください日本の悪口を言うような人は日本には必要ありませんとでこのね上原さんのこの真意といいますか本意といいますか本当のとこなんですよまず考えられるのは彼女がゴリゴリのサハシスを持ってた可能性もありますよね本当にそういうのを持ってるんだけども逆にソフトにそれを言ってると この野郎ざまみろと思ってる可能性。そしてもう一つあり得るのは単なるアーパーだという可能性ですよ。何にも知らないと。ね、何にも知識もなければ歴史なんかわかりませんと。パールハーバーって何それとかね。日本とアメリカ、え、戦争したんですかいつの話ですかというね、本当にこういう人いますんで、可能性あるわけでしょ。だからそのノリで韓国に行って目の前のああいう刑務所を見ました。しかもね、ああいうところっていうのは必要以上に大げさにこういう老人形を使って再現してあるんですよ。だ そうでしょあれ自国民の洗脳をごまかし装置になってるわけですよ。自国民を見させて、要は反日感情を煽るわけでしょ。そういうもんなんですよ。反日感情を煽るためのね、韓国人なんですよ。そういう施設を日本人が見に行って、日本人がそのままねこれもう取り込まれてしまったと、まあ典型的な事例かもしれない。まあこれはどっちか私は分かりません。上原さんがね、ひょっとしたらとんでもない極可の可能性もあります。ところがね、はいこれ見てください。 確かに西大門刑務所は大韓帝国時代に日本の影響下で作られたものですただ見方を変えれば日清戦争のおかげで中国から独立を果たした同国事実でしょやっと作ることができた近代的刑務所とも言えるわけですと反日プロパガンダねうんこれにもうまんまと引っかかったんじゃないかとはいそういうことなんですよねはいここにもいろいろ書いてありますけどもさあ上原さんどうなるでしょうかと私ねどうなるんだろううんまあ全然関係なくて興味もないんですけどもあのね日本 日本人にまあのー、これ迷惑かかりますんで、そこだけちゃんと頼みます。よってことでございます。さあ、上原さんね、うん、こういう人だったんだね。いや、私ね。名前は聞いたことがあるんですけども、顔と名前全然一致しませんでした。もう少しお勉強してもらうといいな。というお話。じゃあね。今日はもう一本行きましょう。アジアついでなんですが、韓国ついでかな？ 東南アジアで嫌韓感情が爆発している、タイ人観光客が韓国行きをキャンセルして日本にやってくる深い事情、プレジデントオンラインでございますと、いやーこれね、ひどい話なんですけども、実はこうなんですよ、はい、なんて醜い顔だと、韓国人男性の、まあ、こういう、ね、キャベツの発言がインドネシアで大炎上ということなんですけども、ビデオチャットアプリでね、ね要は韓国人の男性とインド,人のインドネシア人かの女性がね何、まあ、かやり取りしてたんですけど どういうわけかね、この韓国人男性がひどい言葉を、ね、こう投げつけてたと。で、ここにいろいろ書いてあります。要はね、同じアジア人なんだけども、あんたの子は見にくいと。で、インドネシア人は、あなた、この会話、録画されてるの分かってますかと。とんでもないことになってますよ。大丈夫と。ね、こんなもん下手したら、これ国際問題になるわけでしょ。ところがね、この韓国人は分からずに、これは部別をしてるわけなんですよ。で、えー、我々、韓国人というのは、韓国っていうのはね、インドネシアよりも上だと思ってると。 でどういう意味かと聞かれましたら、下から3行目、GDP や経済、多くの点で我々は上なんだと、はい、出ました。これね 韓国の特徴なんですね韓国っていうのは必ずね相手、えー、ね対外的と言いますか相手がいますとその人間が自分より上か下かを見るんですよ。日本人ってそういう発想ってないですよね。上の人であってもどうですかあの例えばねいやじゃあどうしましょう私とじゃあね三井住友銀行の頭取さんがいたとしましょうねじゃあその頭取さんが私に対して明らかに見下すようなことをします。しないいですよねねあるいは、ねえー、人に人気 人望のある人っていうのは明らかに自分がね上だと分かっていても逆に減り下るような日本の文化があるわけなんですよ。ところがね韓国っては明快にこれを分けて自分より下だと思ったら輪をかけてその人の上からうわーっと襲いかかっていくというねまあこういうね民族性があります。まあこれ事実ですよ。でまあこの儒教の国なもんですからねまあ逆に言うと名前の人は大事にするってまあ文化はあると思うんですがこれはいいと思いますよ。まああのちゃんとした儒教であればねところがねこれはね本当 本当に韓国の悪いところねこういうところをね、えー、やってるもんですからいわゆるキャベツ意識が逆に生まれてくるんですで日本のね活動家諸君もよく言うんですけども日本人はね韓国人をね、えー、なんかあのキャベツするってよく言うでしょ逆ですよね日本人ってそういう感覚ないでしょそうなんですよ日本人ってあんまりねそういうこと国で起こりませんでその証拠に例えばあのアメリカのほら大リーグのね選手がね黒人の選手いますね韓国って行きたがらないのって知ってます 韓国ってひどいんですよ、とにかくひどい目に遭ったということで、そういうことを言ってる大リー元大リーグの選手、たくさんいますよね、そうですよね、えー、ところがこういう事実というのは、左派ーーの皆さんは絶対触れないんですよで、日本でどうですか、黒人の大リーガーがやってきたときに、日本でそういうね、なんかそういう差別運動が起こるってあります 聞いいたことなでですよ。そうでしょ。黒人選手が来ても、例えば、まあ、プエルトリコでもどこでもいいですよ。そんなね、差別するなんてありえませんよね。デストラーダ、フリーかな、セーブいましたけども、あの選手に対して、そんなことやっ、ね、言ったことあります。ガルベスとかいましたよね、巨人のピッチャーにね。まあ、あれはね、ちょっと非常にあのなんか凶暴だということってね、あのまあ、そういう意味ではこれ叩かれていましたけども、いわゆる人種的なものでね、言ったってことありませんよね。そんなこと、話題にすらならなかったでしょ。ところがね、韓国ってそういうのがあるんですよ。 だから、黒人の人はね韓国に行くと、本当にね露骨にねそういうね、えー、キャベツを向けられると、これ、有名な話なんですよね。で、これ、はい、見てください、このインディノシア女性がね、いやー、この動画がね、YouTube にアップロードされたら大変なことになるよと言ったんですけども、この韓国人は、そんなも構わないと、へーという形で笑っていたんですけども、まあ結局、これはね、えー、のっけてしまって、大炎上しましたと。で、もっともこれはね、どうも出会い系のなんかアプリだったらしくて、 でまあ、そういう意味もあったらしいんですけどもまあそれは関係ないですよ。何かあったんでしょうねなんか自分の思い通りにならなくてなんか言ってやろうっていうかまあそんなことがあったとは思うんですけどもあまりにもひどいってことになります。でそれででこんんな話も載ってるんですよ タイ人を入国拒否する事例が続出ということで、これはいわゆるこの空港をです、ね、そこでもパッと切ってしまうと。でこれは、ねまあ、の労働者がたくさん入ってきて、不法滞在者は、ね、タイ人が多いという理由も実はこれはあるんです。まあ、だから、うん、このタイ人が空港で入ってくるときに、まあ、入管が厳しくなる。これは、ね、あの私、分かるんですよ。厳しくするのはね。ところが、ね、一番下にもありますけども、おっとここかな。こここだ、はい、この真んん中ねなんと タイ政府の高官とその家族さえが不承認になったとかですね、こんなバカなことまで起こってるんです。で上にもあるでしょ、1万人ものタイ人が観光韓国旅行をキャンセルということで、もうね、韓国なんか行くもんかっていうね、そういうことがもうタイにはもう満ち満ちております。で、タイじゃないや、韓国か、ありますよね、キプロスでしたっけ、カンボジアもそうですよね。これは韓国人と結婚するのは、これは禁止と。えっ、ー、と、まあ、この法律が今でもね、適用されているかどうかまではちょっと調べつかなかったんですけども、 もこれ有名な話でしょありえないですよねだから自分より下に見てしまうとうわーっと言ってしまうとそれが暴力に繋がってるってことになっちゃうんですけどもこれどう思いますかねところがね、えー、日本だと韓国大好きな人っていうのはこういうことは絶対言わないんですよおかしいと思いませんか今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは